言われたもん買ってきたよ。は、私の分は？うまい。さいですか。冷た。はい、チョコミント。うちではいつも私の役目だったんだよね。なんで枝豆？豆ご飯作るから。そうじゃなくて。今が旬だから？はいはい。夏らしいことしたいって彩香言ってたじゃん。一番最初に頭に浮かんだのがこれだったんだよね。これだったんか。あ、もしかして枝豆嫌いだったりして。うん、ご飯が炊けた。彩香、薄皮もちゃんと取ってね。何？ちゃんと彩香の好きなトマトもあるよ。これが私の夏か。